主人様？ご主人様！どうして掘ったんですか？どうしてご主人様を？前にこの一帯のお屋敷に住んでいらっしゃった方です。主人様、ご主人様、本当に夢をご覧になったんですか？どうしてそんなことをご存知なんですか？ご主人様が見たのはきっと夢じゃないです。本当のことです。さくら様はスーが仕えていた前のご主人様です。ご主人様は今もここにいます。スーの中に。ご主人様！嫌です！ご主人様を起こさないで！
それはスーのせいです。ごめんなさい。でもスー悪いことをしたからご主人様とずっと一緒にいたいと思ってしまったから、夢織の力は変形して感染するんです。さくら様のおじ様がそんなことをおっしゃっていました。夢織の力はもともと自分のものであれ他人のものであれ夢を自在に変える力のことだそうです。でも他人の中に入ると力が変形されてしまうんです。おじさまは一度さくら様のおばあ様の血を輸血されたことがあるそうです。さくら様のおばあ様も夢織の力をお持ちになっていました。でも輸血されてからおじさまは同じ8月31日を3度繰り返されたそうです。その時居合わせたものがすべて病室で同じ8月31日を繰り返したってそうお話になっていました。桃源郷のような願望の世界だったってそう。
スーだって信じていませんでした。ループが起こるまではおじさまは他の人間が誤ってさくら様の血を体内に入れないようにスーをお作りになったそうです。でもスーもいっぱいさくら様の血を。ごめんなさい、止めようとしたけど、どうしたらいいのか。ご主人様、ご主人様、お布団は平気ですか？ご主人様、スー、ずっと起きていますね。おやすみなさい。ご主人様は廃墟の中でお休みになっていた。きっとお疲れになってしまったのだろう。今日は一食も召し上がりにならなかった。ご主人様、ご主人様のお体にタオルケットをかけて少しつぶやいてみる。もちろんお返事はない。ごめんなさい、それしか言うことができないけど、ごめんなさい。スーはそんなつもりじゃありませんでした。ご主人様のお心が嬉しくて、みんなといるのが楽しくて。
自分にそんな力が埋め込まれているなんて気づかなかった。ご主人様、もう一度スーって呼んでください。スーって呼んでください。ご主人様の声が聞きたい。スー、寂しい。Thank you.